東急電鉄発行のトライアングルチケットは、東急電鉄が発売している1日乗車券である。券面表記は2013年3月15日までは、渋谷、自由が丘、二子玉川区間1日乗車券となっている。本記事では、西武線内の各駅で販売される、西武東急線、トライアングルチケット、東武東上線内の各駅で販売されていた、東上東急線、トライアングルチケットについても解説する。等々力渓谷自由が丘周辺東横線渋谷駅、自由が丘駅間、大井町線自由が丘駅二子玉川駅間、田園都市線渋谷駅二子玉川駅間の三角エリアが乗り降り自由となる切符。東急線、西武線の各駅で販売している。西武線で購入した場合は、東京メトロ副都心線小竹向原駅、渋谷駅間も乗り降り自由となる。2019年8月31日をもって発売を終了した東上東急線トライアングルチケットは東京メトロ副都心線和光市駅渋谷駅間も乗り降り自由であった。2011年8月6日から1万枚限定で販売された。当初は同年10月31日までの予定であったが、後に2012年3月31日まで販売期間が延長され、2012年4月1日から通年販売されるようになった。2013年3月15日まではフリーエリア内のみの販売だった。2019年10月1日、東急線トライアングルパス、西武東急線トライアングルパスに名称変更。1日限り有効。西武鉄道発行西武東急線、トライアングルチケット東武鉄道発行東上、東急線、トライアングルチケット。ありがとうございます。